ニコン ZF タス、20mmF1.8、ピクセルシフト撮影で9600万画素。はい、皆さんこんにちは、長チャンネルです。24メガピクセルのニコン ZF に新しく搭載されたピクセルシフト撮影を使えば、9600万画素の超高解像度画像を生み出すことができるというので試してみました。ピクセルシフトで撮影されたデータはカメラ内では合成されず、純正現像ソフト NX スタジオで処理をする必要があります。ピクセルシフト合成に対応しているのはバージョン150です。自分が使っていたバージョン132では、ヘルプのアップデートを確認ではバージョンアップできなかったので、最新版をダウンロードしてください。それでは Let's get started。 長チャンネル。超高解像度の画像の被写体として東京国際フォーラムを選びました。ピクセルシフト撮影をするときはメニューから設定します。静止画撮影メニューの一番下にあります。撮影モードをオンまたは連続にします。撮影コマ数を4種類から選びます。4枚元画像と同じ大きさの画像を生成します。8枚同じ大きさでノイズ低減をします。16枚9600万画素の画像を生成します。32枚9600万画素でノイズ低減します。ディレイはシャッターボタンを押してからピクセルシフト撮影を開始するまでの時間です。待機時間はコマとコマの間の待機時間です。用意ができたらピントチェックを行ってシャッターボタンを押します。撮影が終了したら NX スタジオでピクセルシフト合成を行います。撮影画像の入ったフォルダを表示してピクセルシフト合成ボタンを押すと、自動的にシフト撮影したグループを選び出してくれます。合成方法を選択して実行すだけです。出来上がった画像は NEFX 形式なのでJPEG に書き出せば完了です。長チャンネル。これが元になる画像です。ワンショットでもとても綺麗です。四隅までよく改造しています。この部分にモアレが少し出ています。4枚合成と比較してみます。わずかですが4枚合成の方が改造しています。4枚合成と8枚合成を比較します。
あまり違いは感じませんでした。8枚合成と16枚合成を比較します。16枚合成は12,096px×8,064px で9,750万画素の大きさになります。大きさを合わせて比較すると8枚合成よりも改造しています。元画像と比べるとモアレが低減しているのもわかります。16枚合成と32枚合成を比較します。32枚合成の方は途中でビブレがあったのか解像感が落ちています。今回の撮影条件では16枚合成がベストだったようです。普通に撮影しても綺麗に撮れますが、ここぞという時に約9600万画素で撮影できる機能があることは嬉しいです。最後に東京国際フォーラム周辺で撮影したスナップでお別れです。次回の動画までぜひチャンネル登録をしてお待ちください。ご視聴ありがとうございました。